腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は5級、シナリオは反董卓連合、選択君主は董卓。第13回を始めさせていただきます。前回は函谷関防衛に嫌気がさし、洛陽、そしてそのまま古老館も憎き気早々から奪取したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。では進めていきましょう。賃料15,000、これはどちらに行く？北か。よしよし、函谷関には来ませんね。よし、陳と仲間。聞いてください。ん？武漢に出てますね。あ、出撃できる方いないか。移動予備要請でここは旅費だな。行くぞ。うわー、勝者が出てるの痛いな。では進めていきましょう。役立ってみせる。よしよしよし、これでまた、うわー勝者痛い。うわー、ゴリゴリ減ってく耐久値が目に見えて減ってくな。聞いてください。では武漢から出撃です。呂布さん、眼光で天下無双15,000を率いてこちらに置きましょう。呂布戦出る。で移動予備寄せで長領工場、この2体も置きましょう。では円奪還に向けて董卓、海遊、上映、そして李寿、とりあえずこの3人で行かせるかな。で奉仕東山警戒、阿修羅人外周一色、阿修羅人新天童地、阿修羅人で陳独と、でこちらで円にまで進撃いたしましょう。ついてこい。さーて、それでは武漢の争い見ていきましょう。呂布が負傷に出れば大丈夫でしょう。よし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 、まあ結構減ってますけどね。ご確認ください。褒美か。攻撃しましょう。おお、拡張もらいましょう。そしたらここ強化していきましょう。で眼光を強化したいんだよな。眼光持ってる人、あ、いたいたいた、コーチがいた。よし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 、これで眼光でレベル10で、兵器がレベル10にする必要はなくって、今のまんまでいくと奉仕だよな。兵器強化を外して、奉仕強化レベル3と5、これでレベル8、5で8で10、これでいいでしょう。承知した。いやー、甲冑さんが加わったおかげで眼光レベル10になりますね。素晴らしい。で洛陽から出撃しようと思えば朝鮮と原始も出ていけると。でこちら炎章と派手に打ち合ってますね。そしたら古老館のね耐久回復、このまま進めていきましょう。では進めていきましょう。よし、撃破。で武漢に戻ったと。で董卓がガンガン進んでいくと。ご確認ください。董卓たちはそしたら南に行って、ここに建設陣立っときましょう。やってやろう。で海遊は孫権とぶつからないように、このようにルートをして立てていきましょう。もうね、1,2,3ギリギリですね。ちょっとつだからね、今ぶつかったらやばいですね。それでは決済イベント、もうね
こちら京都の友好1ができてるにもかかわらずね、ずっとやってなかったので、ちょっとやっときましょう。これで武将が2人変わりますね。さて、それでは武漢周りですね。こちら強力な軍がいるので、武漢からも出撃させましょう。呂布長領高順、こちらで天下無双阿修羅人、両来阿修羅人、阿修羅人、こちらで進軍しましょう。いや、彼らは路陽の符を落としていきましょう。天下無双の出陣だ。では進めていきます。あとは孫権たちが戻ってくるか出てくるか。出てくる。山水が奪われちゃいましたね。使者が到着しました。拒否です。さて、バッチョ、呂布と海遊で当たってるので、ちょっとこちらの軍勢も攻撃に参加させましょう。で、長領は南下させ、高順はここの歩を押さえに行きましょう。いやー、すごい強いもんな。3000とかだもんな。ご命令を。ここで待機だな。かしこまりました。で、決済イベント京都の友好にやっていきましょう。これで今日の武将が3人加わりますね。そしたら周囲の歩を奪うために、こちらに個性でちょっと繋い方豪遊と最小だよな。この2人、ちょっと繋い2人を武漢に入れましょう。行くとしよう。さて、それではここの部隊を落とせるかですね。やってやろう。では進めていきましょう。観念も武漢詰めた方がいいかな。うわー、くらったー。で、連携がくらったー。よし、アシュラジーの賞まだ受け取りましたね。よし、撃破。よし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 。かなりの痛手は負ったけど倒しましたね。ご確認ください。どうした。そしたら海遊一旦武漢に下げましょう。で、武漢の兵と合わせて攻撃を開始しましょう。で、李寿はここでこの順位で待機。任せてください。で、この2体でこちらの府まで行きましょう。分かった。で、武漢から出撃で豪遊だけ出すか。周囲の府を奪うのはやっぱりちょっと異民族の方がいいからな。豪遊だけ1000で出しましょう。これでいいでしょう。戦だな。で、高従もちょっと長領たちと合流しましょう。ここに。これでいいでしょう。では進めていきましょう。このまま円を落とせるかどうかだな。円の兵はかなり減らすことには成功しましたからね。で、この3000、還元か。罵声を食らった。お、董卓が還元を一騎打ち。いいんじゃないの。これは一撃で倒してくれる可能性ありますよ。8933。ここはす、あー、トータクもな、こういうグラフィックスにしてほしいよな。さあ、一撃でしょう。よし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 。10年早かったな。捉えてくれると嬉しいな。よし、アシュラ人2連携。ヒーって言いましたね。聞いてください。そしたら長領高順はこっちまで行きましょう。任せろ。で、これ円攻めだな。
いやー、円に曹操軍も攻めかかってますね。ちょっとこれなんとか倒さないと円を取られかねないな。こちら押さえ、この歩を押さえ、ここまで行きましょう。なので李寿もここまでですね。一切承知。で呂布高順たち、そうするとこの部隊が命令かな。長領もこちらだな。承知した。で武漢から出撃で海遊奉仕外周一色アシュラ人兵数マックスでここまで行きましょう。いざ行かん。と曹操軍も倒した後にちょっとね円に攻めかかりましょうかね。どうした。任せてくれ。わかった。では進めましょう。巨匠に戻るって出てますね。ご確認ください。そしたら一気に円攻めかかるか。やっちゃ、南下してここを、どうした。ここをなんだ。任せろ。呼んだか。ここに攻めかかる。任せろ。で董卓たちも円に攻めかかりましょう。呼んだか。承知。ようか。呼びましたか。これでいいでしょう。さてこれで円の攻略戦ですね。ちょっと見ていきましょう。もう円出てこれないだろう。ご確認ください。そしたら平坦切るためにちょっとここ北に位置しましょう。任せね。では円の攻防戦見ていきましょう。よし、賞金仲間になりました。あー、周隊は逃げちゃいましたね。仕方がない。ご確認ください。そしたらこの部隊でこのように兵隊切りましょう。分かった。では進めていきましょう。A の耐久値が半分。よし、アシュラ人入った。よし、アシュラ人入った。聞いてください。これなら倒せるでしょう。では進めます。耐久値完全に落としましたね。よしよしよし、これでパルティアとの交易もできるようになりました。全員投与していきましょう。では全員捕虜になってもらいましょう。おっと、カコートンが壊滅させましたね。まあ仕方がない。聞いてください。では報酬を配れる方特にいないので円から出撃です。長領呂布高順で天下無双を両来両来アシュラ人で兵士数最大、こちらで攻撃を仕掛けていきましょう。呂布戦出る。で円から輸送で今日最初こちら輸送出しましょう。行くとしよう。では円付近の曹操軍倒せるか見ていきましょう。まあ呂布の呂布長領高順の呂布一派で出てっから勝てないわけないと思うんだけどな。よし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 。使者が面会を望んでいます。
まあいいでしょう、仲間にならないですからね。容赦せん、容赦せん、行きます。死者が到着しました。よし、上陽攻撃。どうせ攻撃するの次上陽ですからね。よし、撃破。ご確認ください。ではあとはこちらですね。倒して帰還しましょう。であと兵糧が足りないので長安から輸送出しましょう。ではテイクを倒すところを見ていきましょう。いや連携は出なかったけどこれで倒しましたね。捕らえることもできなかったか、捕らえてほしかったな。よしよしよし、全員中入りましたね。聞いてください。で外交同盟27ヶ月、もうこれ最後ですね。劉備と同盟結ぶのはね。孫権の勢力もね拡充、取り込んだらもうね怖いものはないですからね。っていうかそれやっちゃったらもう完全にぬるゲーになっちゃいますからね。では進めていきましょう。では円から出撃です。東卓、長領、呂布、光純、海遊、助演で東山警戒、アシュラ人、天下無双、アシュラ人、両来両来、アシュラ人で肝心営ではなくてアシュラ人だけで大丈夫ですね、光純さんは。で、外周一色アシュラ人、新天道地アシュラ人、こちらで全員軍で上陽に向かって攻撃を開始しましょう。我に続け。で、王鵬さんはこのまま縁行きましょう。そしたら武漢に入れている元始さんは縁に戻しましょう。参ります。さーて、それでは上陽攻略戦進行していきましょう。よしよし、静も仲間にしましたね。関東は逃げてしまいましたね。報告いたします。では円から出撃で今日豪遊だったらちょっとずつあるか、いやないですね、今日豪遊で。こちら歩を奪って、こちらの歩まで奪ってもらいましょう。出番だな。でこちら全軍でこちらの歩を奪ってここまで進軍ですね。で呂布はこの歩を奪ったらここまで戻りましょう。では進めていきましょう。いいですね。よし、暴力庫まで手に入りましたね。お、これはいいんじゃねえか。よーし、上陽の周り全部包囲占領できましたね。ご確認ください。いかがだったでしょうか。縁を陥落させることに成功し、そして火事場泥棒をしようとしてきた曹操軍も撃退することに成功いたしました。そしてあとは上陽V、この二都市を残すのみ。さらに上陽は包囲占領したので陥落間近という状況まで孫権を追い詰めることに成功いたしました。あとはもうほんとね、追い詰めていくのみですね。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。